風船燃える、レンガの道の月あたり、あなたの家で呼び鈴を押したけど、もう誰もいない。自分では感じないけど、気の強いとこもあったの。ささやかなすれ違い、許せずに一人。人は幸せを不意に失って気づく。けど、もう誰